で、3番目は、わざわざ福井から、僕あの関係ないところでちょっとあの名前あの知り合ってたんで、ぜひ喋ってくださいということで、あのバリバリの AI 活用の研究者の方からお話しいただける非常に貴重なあの機会なので楽しみますので、瀬川先生ぜひ、はい、よろしくお願いします。マイクはどっちかっていうか、はい、お願いします。あ、よろしくお願いします。発表します。なんか、こういう場は初めてで、ダメな発表ですけど、こういう場があって、多分自己紹介からやるのが結構です。はい。入れていただきます。はい、自己紹介、長谷川さんというと、これ、達人って書いて発生しておきますよ。メッセージでしょ。これ、いつも僕自己紹介でいいですよ。出身は金沢で、実家金沢にあるのと、今、福井にいる都合を、なんかこう、よく行き来しています。石川高専と近代出身です。で、現職は福井大学の工学部で講師っていう役職で、先生になっています。研究分野は行動認識とか、まあ、データ分析全般で、JAXA のプラズマの可動を自動で分離しようみたいな、なんかそういうこととか、なんか最近お魚のバッタを分離しようみたいな、そういういろんな幅広いデータ分析やってます。でも基本は行動認識と、あと教育支援システムかな、そういうところを専門にしています。趣味は漫画とボードゲームのインラインスケートです。ちなみに2、3ヶ月前にインラインスケートして腰を壊しました。よくあります。なかなかね、軽くないです。で、僕のタチトっていう名前で珍しい名前なんで、よくまあ、エゴソンとかやるじゃないですか。で、自分ググると、一応先生、大学の先生やってるんで、だいたい僕出てくるんですよ。僕みたいな。で、ググると、だいたい僕って出てくるんですけど、この辺で長谷川氏って出てきて、これ福井にある歯医者さんなんですよ。この創設者が長谷川氏だ。福井ハブが珍しいと思って。次のページ行くと、富士テクノソリューションズっていう会社さんの代表取締役さんも長谷川淳さんの話です。ちなみにこの人は僕じゃないんでね、いわゆる偽物なんで注意してください。はい、っていうことで、本日何話そうかなということで、2、3週間前に、さっき発表した大島君がここで発表するっていうのを知って、じゃあ行こうかなと思って、こっちと参加ボタンを押すと、石田からメッセージが飛んできて、あなたは話さないみたいなこと言われて、じゃあ、やりますって、2つ返事のノリで返事したんですけど、一体何の話があるか分からなくて、客層もどんなに来てるか全然分からなくて、何の話そうかなって、今までに混じってるんですよ。一応50ページくらいとりあえず作ってはみたものの、何の話があるかよく分からなくて、サーフォードある人って僕ら言います作ったことがサーフォードとか。あ、結構いますね。じゃあ、AI の基本話いらないですかね。一応基本の話を、まあ僕授業資料作ってね、授業資料からとりあえずここに来たやつから始まって、まああと事例紹介みたいなやつと、あと僕が好きな表現学習っていう部分についてちょっと話そうかなと思って来ました。ちょっと基本から飛ばそうかなと思います。で、さっき話題出てきた、教師やるとか教師なしとか教科学習とか、この辺の話はしようかなと思うんですけど、いらないですかね。あんま重要ないかなと思うんです。時間的にあれば、半分ぐらいは多分、その辺も、うんっていう人もいるし、まあ、任せます。僕の時間は何時まででしたっけ ?8 時45分ぐらいまであれば、最後15分ぐらいにまとめてくれると思います。じゃあ、ゆるく話していきます。はい、多分、石田さんの AI セミナーとか出てる方はご存知かなと思うんですけど、大体、巷で AI って呼ばれてる技術は、もう、大体で分けると、この3つに分かれます。教師ありの学習と、教師なしの学習と、教科学習です。で、それぞれ軽く説明していくと、教師ありの学習ってのは何かっていうと、各データに対して、正解となる教師データっていうものを与えて、その一つで、さっき大島くんがいろいろ言ってた、ゼロっていう画像がゼロっていうデータなんだよっていう、この変換式を読むような、正解のデータとのペアを学習させるのが教師ありの学習です。よくあるのは、メールの内容からスパムメールかどうかに自動分離する、スパムか否かっていう判定問題とか、まあ、犬猫の判定問題とか、まあ、この辺ですね。このようなのは大体教師ありの学習です。現在のマシンラーニングシステムの大部分は教師ありの学習でできます。
それを追い出すのが教師なし学習ってやつで、さっきの正解データを与えずに、なんかよくわからないけど規則性を学んでくれっていうやつが教師なし学習です。例えば、クラスタリングってやつがそれで、とりあえずデータたくさん打ち込んで、もう機械の思うがままにグループ化してくれみたいな、そういうタスクとか。あとは、さっきの加藤さんの、AWS のサービスにクリックリレーとかそういうのを上げると、商品を推薦してくれるみたいな、そういう協調ビルができるっていう技術なんですけど、あれはユーザーが何買うかっていう正解的には今回はないんですね。だけど、なんかまあそういう傾向から予測してくださいみたいな、そういう技術。この辺は教師なしです。正解となるペアがないような学習、教師なし学習。正解がないんで、結果を返してくる、マシンラーニングが返してくれるんですけど、ここは人間が考えない。あと強化学習。これは、ロボットの動きの制御とか、対戦ゲームの CPU に使われているやつで、行動を選択する指針と報酬だけを与えて、あとなんか強くなっていってね、って、勝手にコンピューターに、強くなる手順を学んでねっていう手法です。まあ、この辺はどうぞ。ということで、最近、現実問題でよく使われているのは、この教師ありの学習なんですね。この教師ありが超ブルーブルーで、めちゃくちゃ使いやすいので、これについてちょっと深く話していきます。で、よくある、教師ありの学習は、画像分類問題ですね。有力となる、このリンゴとか、梨みたいな画像を、とりあえず、機械に投げて、機械的にはこの画像情報っていうのは、各ピクセルの RGB 値なんですね。例えば 200×200 の画像があったら、4万、4万画素じゃないですか。その4万画素に各 RGB の値が全部入ってるんで、4万かける3チャンネル分の、ただの数字のライズなんですよ。その数字のライズを入力として打ち込んで、リンゴっていうカテゴリーの値を入れる。こういうタスクを考えましょう。で、このブラックボックスになってる部分は、まあ、僕らが実装しなきゃいけない。エンジニアが実装しなきゃいけないですね。で、フループは、機械学習じゃないのと、イコール機械学習。フループはルールベースっていう、手法で、このさっきのブラックボックスの部分が実装されました。これは、画像画素値が与えられたときに、ここからなんか特徴っぽい何かを示す何かをこう画像認識的にこうなんか検出して、例えばこれだったら全画素のうち赤色が 90%、緑色が 10% みたいな、多分リフの組めばすぐくれるようなそういう特徴抽出器みたいなのを作って、この数字のベクトルに対して、なんかルールをつけます。赤色が 80% 以上だったらリンゴだな、それ以外だったら梨だな、みたいな。そういうルールを自分で作って、将来的にはこの画像を与えると、勝手に特徴抽出して、ルール通して、カテゴリーが選べるっていう。まあ、こんな感じの、手法をルールベースで言います。これ機械学習じゃないです。で、この前半の部分のことを特徴抽出って言います。で、ここでポイントとなるのは、ここ。さっきの特徴を抽出する部分と、このルールを作る部分、これを人間がやるというのが鍵です。ルールベースは全部人間がやる。で、この一部を自動化したのが機械学習、いわゆる機械学習です。この特徴抽出の部分は一緒なんですけど、このルールを取ってくる部分を過去の事例データから、こうなんか、アルゴリズムとして、なんか上手くやって、このルールの部分を自動で作るっていうのが機械学習です。どうやって作るか、覚えてみましょう。なんかいろんなアルゴリズムがあるんで。とりあえず、ここには、この数値のベクトルはリンゴだよ。この数字のベクトルは梨だよっていう過去の正解付きの事例データを大量に集めておいて、で、そこからルールを出していくっていうのが、いわゆる機械学習です。それこれ、いい線に限られるんですよね。で、最近話題になっている深層学習とかディープラーニングは、これ、さらに何が違うかというと、ここが変わったんですよ。ここ。さっきは、特徴抽出する部分も人間が考えるって言ったんですけど、ここも全部自動でやろうぜっていう風にしたのが、ディープラーニングのすごいところです。姿勢で言うと、ディープラーニングの定義っていうのは、深層学習なんで、深層なものなんですけど、これが流行ってる理由っていうのは、この特徴量を抽出する部分も自動でやるか、だと僕は思っています。で、事前に運用するフェーズに入った時にどういう動きを取るかというと、画像を事前に、正解ラベルとペアにして、画像の特徴ベクトルと正解のラベルをペアにして大量に準備します。それを機械学習に投げて、なんか認識モデルみたいなものを訓練してもらいます。
なので、新しい未知の入力、こいつ何やろなっていうのを観測したときに、その特徴量が何ていうラベルをつくのかっていうのを、さっき鍛えた。で、上のフェーズを学習フェーズ、下のフェーズを予測フェーズというふうに言います。この学習フェーズ、予測フェーズ、ちょっとややこしくなっちゃう人が丸いので、一緒紹介していきます。この正解のペアを作って、事前にモデルを作っておいて、で、運用するときには、この謎のやつを与えると答えが得られるというやつです。加藤さんが紹介してくれたやつは、多分事前に Amazon さんとかがこの上のトレーニングフェーズをやってくれてて、でも使う部分だけを汎用化させて、この使う部分だけを提供してくれてるみたいなサービス結構ありました、ね。でも実際に自分が使いたいようなシステムを作るには、この訓練フェーズからやらなきゃいけないということで、大島さんがデータセンターになるっていうのを説明してくれたわけです。で、この入力とか出力って言って、とりあえず投資学習ができる。リンゴと梨が分類できるというのは分かったんですけど、じゃあ具体的に何を入力と出力で使えるか、これを一応説明しようかなと思います。機械学習の入力っていうのは、ぶっちゃけ電子データであれば、形式は基本的には問いません。何でもいいです。電子データとして、パソコン上に入るようなデータなら大体何でもいけます。画像でも、音声でも、自然言語の波形でも、もう売り上げとか不要品質とか、メタデータでも何でもいいです。とりあえずデータなら大体 OK。ただし、普通の機械学習を使う場合は、何らかの手法を持って特徴量に変換する処理が必要です。ディープラーニングが流行る前までは、この特徴量をいかにして変換させるかみたいな特徴量職人みたいな人たちが活躍していました。ただし、ここで一個ご注意いただきたいのが、何かしら出力を予測できる材料を入力に提示してください。これはどういうことかというと、僕が今ここで結果をポロンってやって、裏向いた。この裏を向いたという情報を入力にして、明日の天気を出力にする。頭で書いてないですか？裏に出てなくて、明日の天気なんか予測できないです。なので、入力にゴミを突っ込んだところで、得られるモデルはゴミです。ここ、はっきり違いないようにしましょう。必ず、大体多分この入力が当たったら出力が得られるだろうなって言って、明日の天気はダメです。で、一方、出力は何が使えるかっていうと、基本的にはカテゴリーか数値、この2択です。カテゴリーっていうのは何かっていうと、リンゴとか梨みたいな、互いに独立したマークみたいなものです。こういうのを分類問題っていうふうに言います。これ別にリンゴ梨じゃなくて、犬の猫でも、それが100パーと1000パーと別にいいんですけど、なんか互いに独立した何かを予測する問題を分類問題。で、一方で連続値、前後関係や等差関係があるような数値を出力したい場合は、これ待機問題っていうふうに言います。大体この2択です。ということで、基本的な知識を軽く紹介したので、事例紹介をしていこうかなと思います。このキュウリのやつ、最近 Facebook の Google のなんか報告でよくキュウリ出てくるのは何やっていうのは多分終わると思ってるんですけど、2年、3年前ぐらいにめちゃくちゃ流行った、ウェブで話題になった話があって、キュウリの農家のおっさんが、なんかキュウリの選別を自動でやる AI を自分で作ったっていうので、めっちゃ話題になったっていうやつですね。ただキュウリのおっさんじゃないや。キュウリの農家のおじさんなんですけど、これ元エンジニアの人で、ある程度情報に精通した人がやってます。で、これどんな問題を解いてるかっていうと、こんなキュウリが与えられて、回ってると、まあ残念だとっていう。で、一直線で綺麗なキュウリの方がランクが高いよっていう、そういうランクを自動で選別したいなという、そういう課題をやってます。今までこれ手動でやってたらしいんですね。ということで、最終的に 92% ぐらいの精度になりました。OK です。これをさっきの図に置き換えてみると、入力は縦横奥行きの3方向から取った画像データ、これを入力としてディープラーニングに当たって、この特徴を取ってくる部分とルール作る部分をディープラーニングさんに自動でやってもらいましょうとします。で、出力するのはさっきのラベル、ランクが9種類あるので、その9種類のランクを出力しましょうみたいな、こういう問題を解いています。ということで、これはインプットが画像で、出力がカテゴリーとなっている画像というカテゴリーの表紙であり分類問題になります。なので、データセットは、キュウリのおっさんが8500枚一生懸命撮影して、ラベルつけてっていうことをやりました。大島君に比べると大したことないですね。じゃあこれ8500枚結構辛いですよ。これ確かに辛いと思います。よく頑張ったなと思います。ちなみにキュウリを育てながら、副業的にやってますね。銀行残業だってなってる。このケースではデータは自動で収集しています。目視で人間が、まあ、キュウリの画像を、キュウリ、N だとか S だとかそういうラベルをつけています。
で、僕の専門は行動認識なんですけど、行動認識何やってるかっていうと、スマートフォンでパソコンのセンサーがついてるんですよ。このスマートフォン、今はこういう風になってるんで、こっち、何軸だろうな、こっちが軸、Z 軸だな、Z 軸方向に今 16.9.8 が離れてる状況。なんで、このスマートフォンをこっちに動かすと、X 軸方向にちょっと加速力が出るんですね。だからそういう動きを検出することができるのが加速のセンサーですね。で、ポケットにスマホを入れて、僕が歩くと、なんかそれっぽい、こんな感じの波の波形が得られます。この時に僕が何をしてたのかっていうのを予測したいなというのが行動認識っていう問題です。例えば、よくある問題は、停止してたのか、歩行してたのか、階段登ってたのか、降りてたのか、スキップしてたのかみたいな、行動ラグを予測する問題を取ります。で、なので、この問題は、偏差値をカテゴリーに変換する、教師なり分類問題になるんです。ちなみに、これはデータセットとか公開されてたりするんですけど、僕は結構自分で計測することが多くて、スマホ持って、もうちょっと研究室前に歩くとか、走ってくるとか、多分、ね、5年前ぐらい君が言い出したと思うんですけど、研究室の前を歩いていって、階段を降りて、で、走っていって、階段を登って戻ってくるみたいなことをやってたら、向かいの先生に怒られたんですけど、そういうことなんですよ。これね、ちなみにめちゃくちゃ大変。だって走ったり歩いたりしなきゃいけないから、おじいちゃんとかにやらせるとかって、もう地獄ですよ。ちなみにこれ、単純な方法認識じゃないですけど、最近だから福祉の分野で、ドキュロジーの棚卸しとか、そういうことを自動化したいって言われるんです。そういうところに応用されてたりしてて、ただおじいちゃんの正解データでは結構大変なんで、ちょっとね、その正解データがどうやって出るのかっていうのは、まあ、研究対象になったりします。あと、もうちょっと高度な、モデルの話をしていくと、セマンティックセグメンテーションっていう訓練があります。多分これ、一社のセミナーなどで紹介されると思うんですけど、これでは入力として、こんな感じの画像が与えられて、出力が何を与えられるかっていうと、これです。なるほど、どうかもしれないけど、ここにソファーがあって、ここのオレンジが地面で、ここが椅子で、みたいな。画素単位で、こいつが何かっていうカテゴリーを出力しています。つまり、入力に画像を与えて、さっきは1個だけカテゴリーのラベルを出てたんですけど、これ画素単位で、なので 200×300 の画像だったら、6万点 ?6 万点ぐらいのカテゴリーの結果を得ているよっていう、そういう問題になってます。ただ、枠組み的には一緒で、画像を入力して与えるんですけど、各画素のカテゴリー、まあ、要は出力を6万個にしただけで、さっきの問題の定義自体も一緒だよって、そういう話です。ということで、またこれも教師あり分類問題です。ということで、この問題を見て、知ってほしいのは、すなわち出力は別に1個じゃなくて、複数まとめて出すこともできます。ただし、これもデータセット作るのめちゃくちゃ面白くて、一応公開されているデータセットって結構あるんですけど、これ画像の、ここは壁だ。ここソファー、ソファー、ソファーみたいな、こういうラベル付けを点ずつでやってたわけじゃないから、まあ、最近は多分もっとシステマチックにやるんですけど、非常に正解データ作るのが面倒くさいです。あと、白黒写真の自動着色とかも、これ2、3年前に入りましたね。これは画像を入力として与えて、モノクロ画像を入力として与えて、こんな感じの綺麗な画像に、着色してくれる。色彩情報を自動で復元してくれるみたいな、そういう、モデルです。ただ、これも枠組み的には一緒で、結局は入力としてモノクロ画像を与えて、各画素単位で6万点ぐらいの RGB 値を予測するわけです。レッドが X で、グリーン X で、ブルー X で、この RGB の値を予測するわけです。今度はやっと値が出てきたということで、これは教師割り回帰問題です。で、これまで画像のデータセット集めるのめっちゃ大変って言ったんですけど、この問題に関してはめちゃくちゃ楽です。なぜかというと、カズラ画像を大量に集めてしまえば、モノクロ画像を自動で生成することができます。皆さん、テキストとかで、パートとかで、色の情報を抜くと、あっちになるじゃないですか。下が変化であっちに戻せるんで、じゃああっちを正解にして、あっちを入力にして、こっちを出力にすれば、それでいいし、ということで、画像さえあれば、データセット揃えられるっていう。これは何て言うんだろうな。自己教師ありましたじゃない。だから変な言葉があるんですけど、これはデータセット集めやすい系の教師ありがちです。という状況になってますよ。ここまでの話で、機械学習の基本的なところ、教師ある学習って何か、入力出力って何かっていう話をしていたんですけど、多分皆さんは機械学習を作るっていうか使いたい側だと思います。なので、この問題定義ができるようになるっていうのはめちゃくちゃ大事だと僕は思ってるんです。
で、入力出力には何が使えるのかっていうところ、ちゃんと入力はデータなら何でもいいんだな、出力は、まあカテゴリーか数字なんだなっていうところを知っておいてもらって、ただし入力から出力を導けるものじゃないといけないんだよっていうことを一応知っておいてもらうと、将来の AI 設計に役立つかなと思います。あとは実際問題としてデータが準備できるのかが大事です。大島くんもやってれば多分データ準備できるね。まあこれは大切でしょう。ここまでいいね。ということで、問題定義をすればきっと、AI の道が開けるはずなんで、今日の知識を活用していただければ嬉しいなと思います。ここまでが前半のお話です。で、興味ないかもしれないですけど、ちょっと表現学習ですの話をします。さっきこんな話をしました。ディープラーニングはこの特徴量の部分を自動で抽出するから流行ってんだぜっていう話をしました。ここの特徴量をぶち抜いてくる部分っていうのを、まあ、一般的に表現学習とか、フィーチャーラーニング、特徴学習とか、レプリゼンションラーニングとか、そういうふうに呼ばれています。ここの部分に結構興味があって、いろいろ論文を読んでいます。で、この表現学習の話を少ししようかな。レシート学習を勉強していると、なんかこんな感じの図よく見ますので、悩むこれと思ってるかもしれないけど、まあ、画像を与えて、コンボリューション、畳み込み削って、プーニング削って、コンボリューションやって、プーニングやってるんじゃないかなっていう、ニューラルネットワークの図を簡略化して表示すると、なんかこんな感じの図がまあよく出てくるんですけど、ここの部分、なんかコンボリューション、プーニングみたいなのが終わって、出てきたここの部分を特徴マップとか、そういうふうに言います。ここの部分が、いわゆる僕たちが言っている特徴量ってやつです。機械が自動で取ってきた特徴量っていうのは、ここの部分に該当します。で、ここの特徴量が、なんかいい感じの特徴になっているかどうかっていうのは、表現学習の良し悪しの肝になります。ちなみに、この表現がよく獲得できているかどうかっていうのは、ここのネットワーク構造の良し悪しによって結構変わってきます。例えば VCG だとか SNS とか SNS とか最近いい感じのネットワークが結構いっぱい出てるんですけど、そんなことはまあ難しいから研究者に渡しておいて、とりあえずなんかここはもう何かいいもので特徴抽出してくれば何でもいいやってことにして、ごめんなさい、とりあえず CNN って言うといいから、ここ何でもいいです CNN、 そういう取り組みは分かってくると思います。で、いい表現がいい特徴が獲得できるっていうのは何ぞやっていう話なんですけど、さっきの得られたこの特徴マップっていうのを2次元に落とし込んで可視化してみるとこんな感じになって、これ有名な MNIST ですね。で、0から9までの画像データが与えられて、どのカテゴリーに属するかのラベルを予測する問題です。何もしなかった時に可視化するとこんな感じで、オレンジは1かな、1はこんな感じに分布してて、2はこんな感じに緑の感じで分布してて、こんな感じにマセコゼになってます。この混ぜこぜになったやつ、混ぜこぜになった特徴量を残りのこうニューラルネットワークとか機械学習に任せると、こいつに線を書いて機械学習は切らなきゃいけない、分類をしなきゃいけないんで、機械学習は関数を作る問題なんで、こうやって線を引いて、こっからこっち側だったら0だよ、こっからこっち側だったら1だよみたいな、こういう線を引くのが機械学習の面白いことですね。ただこんな感じのぐちゃぐちゃの表現になっていると、この線が引きにくい、ということで、左はあんまり良くない特徴です。あんまり良い表現とは言えます。一方で何かしらの学習を行った後だと、こんな感じで綺麗に分けやすい雰囲気にちゃんと分断されています。こういうのがいい特徴というやつです。その1とか2とか3とかっていう出力したいカテゴリーをうまく表現できているというふうに言います。で、この表現学習っていう部分をなんで僕が紹介したかというと、これを知っておくといいことがあって、そのうちの一つが定義学習ってやつです。例えばこんなモデルを考えましょう。とりあえず何でもいいか CNN を置いて特徴量を抽出して、で、ニューラルネットワークの中で分類すると。今回はとりあえず犬でも猫でもなんか画像を分類する問題を考えましょう。で、この時に入力として入力出力のペアとして与えるのはイメージネットっていう超有名なデータセットがあります。このデータセットは大島君が頑張っても全然勝てないような1400万枚超えの画像データがあって、2万種類以上のラベルがついています。要するに犬とかじゃなくて、よく喋るとか、メイクリン、メイク、これね、
そういう細かいラベルまで比べて、2万種類のラベルまで比べてるような超有名な超すげえデータセットがネットに公開されてます。なので、とりあえずこれで学習書として、CNN の方を鍛えます。ここをクリックします。これをするとどんな良いことがあるかというと、CNN っていうのは、ニューラルネットワークのおまけになりますので、層が深いです。この層が深いのを学習させるのは、最近の、提案されている論文のテクニックもありますけど、最近の超すげえ GPU と、今言ったような超すげえデータセットがあるからこそ、こいつが学習できているという部分があります。なので、イメージネットを使えば、超すげえモデルが訓練できる。で、訓練しました。ここの部分を残して、ここの部分を付け替えました。ここ、お魚の分類やりたいんで、お魚のデータセット、まあ、せいぜい300枚とか、おしまく1人がどうか2万枚とか、2万枚とか、そういうデータセット作りました。出力はサバとかニシンとか、そういう魚のラベルです。っていうふうに、付け替えを行ったとき、ここだけ再学習させるという手法を取ることができる。この前半の部分は画像から何かしらの特徴を取ってくるっていう部分をすでにイメージネットさんから学習しているので、もうここの部分は固定でいいや。学習から何か特徴を得て、その特徴からこう魚の画像に変換する。この部分だけ鍛え直せば、魚の分類も高精度できるんじゃないかということで、イメージネットで作った知見を他のドメインに転用する転移学習っていう技術があります。表現が学習できると、こういうところに生きてくるよねっていうのは、一個紹介したことです。あと、ちょっとなんかこの話あんまり面白くないな。ドメイン適用っていう話があります。これも似たようなお話で、なんか片方のソースドメインっていう方には、大量のデータと大量のラベル、正解数のデータセットが揃っている。例えばさっきの MNIST とか、MNIST だと7万枚の画像と、0から9枚のラベルがついています。MNIST をこっち側に置きます。で、下の方、MNIST M って言って、ちょっと MNIST の改良版みたいなやつなんですけど、まあ、これも数字を予測するモデルを取るんですけど、背景がなんかいろいろごちゃついてるっていう、そういうデータです。で、こっちには正解ラベルがないっていうような状況があります。でも僕が作りたいのはこっちの分類だ。ということで、MNIST で使った知見を MNIST L に転用したいので、ドメインを適用させたいという問題を考えます。この時に、このそれぞれで正解データがあれば、それぞれ CNN を鍛えて、それぞれで CNN を作ればいいんですけど、こっちが正解データがないから、ここ鍛え直すことができないんですよ。どうしようかな、どうしようかなと考えたところで、ここの特徴マップっていう表現が同じものを指してるから、もう一つここの学習がなくなって、さっきここ転移学習で再学習するとか言ったんですけど、正解ラベルないのできないんで、一つじゃここの表現が同じだったら、この特徴マップをこっちに投げて、こっちに予測してもらえば、0から9まで予測できるんじゃないかという発想に至ったのは、ドメイン適用です。まあ、とある有名な2016年の論文なんですけど、この手法です。ということで、MNIST は幸いなことに大量のデータがあるので、特徴を取ってきたときに、ここの特徴の表現が同じ感じになるように学習しようぜというふうに学習させて、この先っぽの部分は MNIST で作ったやつをそのまま使いましょうというふうにしたのが、ドメイン適用、この手法の基本です。今のときは CNN 側は上下同じものを使うんですか？あ、そうです。この図が論文に載ってる実際の図なんですけど、この論文だと、入力として、元ドメインと、ソースドメインとダイレクトドメイン、両方のデータをとりあえず投げます。で、CNN はもう共通です。どっちも同じ部分を取ります。で、特徴量が得られました。で、元ドメインの方は正解ラベルがついているんで、そのままここで学習しましょう。これいつもの学習です。いつもの学習をしましょう。で、もう一個分岐させて、どっちのドメインから来たのかっていうのを予測する問題があります。これ、適対的学習っていう、ギャンの、メソッドをちょっと使ってるんですよね。こういうことをします。ということで、例えば MNIST だと、MNIST の画像が与えられた時に正解ラベルを持ってるんで、0から9まで予測するっていう問題の精度が上がるように CNN に、こう、誤差をフィードバックします。で、こっちは、ドメインの情報を持ってます。すなわち、MNIST から来たのか、MNIST-N から来たのかというラベルが分かるので、その情報を元にして、精度をこの再明化するので、最小化します。ドメインがどっちから来たのか分かんないように CNN を学習します。どっちのドメインから来たのか分かんなくなることによって、
まあ、同じような表現なんじゃないのっていうことを実現してるわけです。これ僕が説明ちょっと面白く説明したかっただけなんで、あんまり深く言いましょう。面白いですね、はい、だからデータなし学習的なことができるよって話ですね。あ、そうですよね。新しい、まあ、ドメインも同じような雰囲気がしたときに、まあ、こういう研究分野もあります。まあ、敵対的訓練はちょっと僕の分野で、やられてた面白い話として、僕は行動認識やるんで、加速度のセンサーデータが与えられて、行動のラベルを予測するっていう、この上側の CNN を使うんですけど、それに対して下側に、ユーザーを分類するっていう分類をくっつけたモデルがこれです。なので、ここの部分がさっきの CNN で、行動認識するやつとユーザー認識するやつに分類してます。で、ここで何やるかというと、行動認識の精度は最大になるようにフィードバックする。ということで、なんか行動がうまく認識できるのか特徴表現を得ます。ただし、同時に、ユーザーは認識できないようにって、ユーザー認識精度が最小になるように、こう、ロストフィードバックします。そうすると、ユーザーは識別できないけど、行動は識別できるような特徴表現を学習するような CNN を作ることができます。あの、結構面白い話として、音声を顔画像にしたいっていう企画があったらしくて、あ、それをやってるネットワークがあります。これはもうちょっとシクラスなんですけど、この針の部分2つあるじゃないですか。この部分はオートエンコーダーして分かる人だと分かってるんですけど、元画像をそのまま復元しようみたいな動きをするネットワークがこのグレーの部分です。まあ、それはそれで行きたいと言って、顔画像を与えると、全く同じ顔画像が得られますみたいなネットワークを鍛えたとしましょう。その時に、この中間で得られるこの中間の特徴マップと、音声から取り出した特徴マップ。この2つの特徴マップが同じになるように学習させましょう。まあ、ここが類似の分かるんですね。で、同じになるように、この声の変換をすると、同じような特徴が得られるので、じゃあ、その音声を特徴に変換して、この特徴をさっき言った顔に戻すようなネットワークを作って顔に戻しましょうということで、音声を顔に変換するネットワークみたいなのを作っています。まあ、分かる人には多分割とシンプルなモデルなんで、多分初めての人には多分分かると思います。難しいね。で、これ実際にやってみてくれたやつがこれで、確かに YouTube とかに落ちてる動画から音声のデータと顔画像のペアを作って学習させたらしいです。意外とうまくいってるなっていうのが僕の感想なんですけど、まずこれがその写真を元にして作った顔画像です。みんないろんな方向を見ちゃってるので、統一感がないので、これ正面画像にしましたっていう、変換しましたっていうのがこの正解になっているこの画像です。で、音声から復元した顔画像っていうのはこっちです。意外と、ね、なんか、うまくいってる雰囲気感じますね。僕だけ。まあ、黒人だと黒人っていうのちゃんと判別してる雰囲気があります、ね。まあ、男女が識別できるような当然として、意外と、これって音声の方の画像は出てるけど、入力は音声データの画像は全然知らないモデルがこれを出したんですか。そうです。あ、もちろん訓練の時は正解はあるんですよね。あ、訓練はい。これなんですけど、人間って声、骨格で声って決めるらしい。あ、はいはい、声が骨格を予測したらこうなったっていうことなんですよ。なるほど。僕絶対無理だと思うんですよ。ちなみにこれ、たぶんいい事例になりますけど、ロングに別の事例があって、まあ、微妙なやつも結構ある。例えばこれ、これはまあ、いい話ですよね。たぶんでも、人種と、なんか、年代と性別くらいはいけてるんじゃないかなっていう、そんな感じがします。ただ、そういう観点で言うと、まあ、音声から人種を予測するものを取るというわけなんで、っていう、まあ、そんな話ですね。あ、メトリックラーニング、メトリックラーニングはちょっと、面倒くさいから割愛しよう。はい。ということで、本日、時間とかもそのです、はい。はい。本日は、新素学習とか機械学習の基本のお話を改めてさせてもらって、現実の諸問題を入力と出力のペアにするみたいなことを皆さんできるようになる、科学習に関する研究について少し紹介しました。ということで、皆さんぜひぜひ、身の回りの諸問題を新素学習で解決できるような問題定義ができるように、なって、現実世界の問題をどうぞ。ただ、問題定義はぜひ皆さんにやってほしいんですけど、なんでかんだこんな感じのことを説明したんですけど、これでいいや。なんでかんだとりあえずこうすればいいやってことを説明して、多分最近の AWS とか、アーリン使いとかのものができるんですけど、正直にこの辺作ったりとか、
チューニングパラメーターをうまくしないと最大の精度出ないです。チューニングという作業が結構膨大に発生します。なので正直片手間で学習した仕事がパパッとできるようなもんじゃないと僕は思ってます。ちょっと相当少なくなるんですけど、プロですか、ね、プロです。なんでとりあえずまず問題的に皆さんパパッと仕事でいいんですよ。なので問題的にをやってで、ね、とりあえず片手間でその予備実験的なことをしてみるとまだ多分できます。でそこから先、ガチで分業したりとか、生徒出したりとか、そういうところがあったところで、まあ、専門家の人に相談して、まあ、料理用意、この中身の部分をね、チューニングしたり、提案してもらってとか、そういうことに発展していけばいいんじゃないかな、ということで、私の話を終了したいと思います。ありがとうございました。はい、質問ございましたら、はい。先生でございます。面白いお話になったんですけど、そうどうしてもやっぱり僕ですと AI 初心者なんで、その音声と画像の特徴マップが同じだって言われてもちょっと想像ができないんです。はい。はい、特徴マップって具体的にその中身はどういう特徴が入っているのか、なんかちょっとさらに説明いただけると嬉しいです。中身が何が入っているかって言われると、人間には解釈できない。なんか数字が入ってます。人間だったら、画像から赤の割合が 100%、緑の割合が 7%、意味のある情報に変換する式が簡単にできるんですけど、ここを最適なものにしよう。もう別に赤か何かっていうのは、正直人間か何かの判定に必要なかったら、そのまま使わなくてもいいわけじゃないですか。何でもいいから、とりあえずその赤か何かの何かを判定するために、最適なベクトルを作りたいなっていうことで、機械学習に作らせたものが、特徴マップという、まあ、謎の勉強なんですね。こいつが何かって言われると、なかなか難しい言われなんですけど、まあ、こんな感じで。今、例えば、顔、音声から顔を作りましょうっていうモデルの図を見せてくれたじゃないですか。はい。あそこの、このプロセスの肝は、結局その2つのフィーチャーマップを同じにする学習プロセスを回すんですよね。はい。多分だからそこでうまくマッチするように調整しましょうっていうのは見せて、その結果同じようになるわけで、それなかったら、ね、音声から何かベクトルをやったモデルはそれっぱなしだし、画像オートエンコーダーの方はそれっぱなしだし、そこをくっつけて初めてこれが成立するっていう話なんで、そのマップで何かよく分かんないっていう質問かなと僕は返してたんですけど、確かに何かよく分かんないものです。ただ、特徴マップっていうのは、このグレーの部分ってオートエンコーダーっていうもので、画像を与えて、このグレーのここを通して、なんか特徴を得て、この特徴を、この、また反対側のグレーに通すと、全く同じ画像を復元することができるっていう、そういうネットワークがあります。全く同じものを復元したいっていうネットワークがあります。それをやると、ここに、例えば、あの入力って 200×200 の画像だとしたら、4万点の RGB 値が入っている。ただ、ここの、中間表現の次元数は100次元だとするじゃないですか。そうすると、4万×3チャンネルなんで、12万点の数値情報が100に圧縮されているわけです。なので、その100に圧縮された情報を、中のネットワーク通すと、元に戻すことができたとします。そうすると、あの顔画像は、まあ、100個の情報で表現できていることになります。これが表現マップ、フィーチャーマップ、特徴マップです。なんか知らないけど、あいつを示すための特徴のベクトル。っていうのが特徴マップです。これでは分からないでください。ちょっと難しいことだと思います。そうですね。まあ、そういう特徴が出してできるのは分かります。はい。なんで音声と画像の特徴が一致するのかなと。そこ一致させるように学ばせます。っていうのは、グレーの部分は事前に鍛えたことですね。なので、画像からこの特徴というのを抽出するものは事前に鍛えたことにしましょう。これは画像からまともに画像を予測する問題なので、画像が入っていきます。で、特徴を抽出しました。で、あの人が喋った時の音声が得られていたとします。で、その音声から何かしらのネットワークを組んで、特徴マップを取り出す処理をしたとしましょう。ここも何かしらの処方で取り出すわけです。で、取り出してこいつとこいつの距離を取って、例えば、ユークリッド距離を取って、どのくらい似てるのかっていうのを判断します。で、似ていれば OK。似ていなければ NG ということで、このモデルを鍛えていきます。そうすると、そこはだから、画像と音声データのペアが教師データ。そうです。
ったら何か学習させませんでした方がいいかと思います。ありがとうございます。はい、その他質問がございますでしょうか。でもね、その辺は盛り上がってきましたけど、そろそろ時間ということで、ありがとうございました。